はい、よいしょ。21尾。ああ、全然変わりましたね。気になる人はもう全く変わりました。昔のイメージとか全然。はい、ここ歩いたんですよ。だから昔ね、40年前に2、3回来たかな。全然変わりましたね。なんか見え広くなったんじゃないかな、道は。道は靴下さん、靴下屋さん。だからそれで靴下屋さん。これなんだろうな。これなんかわからない、左側がね。はい。おお、駐車場だよ、ここ。あ、ここに駐車場あったの。昔だいぶ駅前に駐車場なんだけどね、この駐車場がなんか無料で書いてあったな。民家があってね、土産のもんやろ。この辺歩いた記憶あるんやけど、もう全く変わってますさ。変わるわな、40年前な。ああ、こんなんでさ、奥村さん、おお、天理商売だ。何やこれ、天理商売だ。てっちゃん、おお、天理スポーツさん。どの辺まで歩いたかね。なんか一つ信号歩いたから、その辺まで歩いたんやろうね。なんか広くなったような感じですよ、ものすごくね、横幅が。天理様相細田さん、天理本通りを今歩いてるんだけどね。まあ時間でもあるけど、なかなかね、ここら辺は人少ないですわ。これなかなかよろしいね、このお店。酒屋さんかね、これ。なんか置いてあるもん、酒屋さん以外にもいっぱい置いてあるんだけど。まあ、ここ奈良漬けや。菊田さん、北田さんか。なるほどね。私もコール店やってるんだけどね。これなんか、ここなんだろう。閉まってますね。はい。この辺まで歩いた記憶があるんですよ。ね。昔ね、ここまで歩いたんですよ。随分変わってますわ。もう本当に。ね、全然変わってます。青やって行ってみましょう。天理三島本通り、ここ初めて入りました。ここからはね、初めて入りますからね、一回見たことないですから。そこまでやったんでね、本当になんか誇らしいね。こうなんかできるんかね。ほら、いっぱい空いてますけどね。店舗統合やめやったんか。おお、金物屋さんや。この屋さんもね、印鑑屋さん。お、これ広いな。これ大学あるところ、これ。このようにいっぱい閉まってますわ、ほら、右も左も。入るとこ少ないですわ。岡崎さんどないでんの。じゃあ岡崎さんこうかや。山崎の出本だったね。靴屋さん、靴屋さん多いね。右も右も左の靴屋さんやね。これ文具店さん、おおこんなの売れてるな。文具店っていうよりもなんかプラスチック屋さん、プラモデル屋さんになってるね。古川さんカバン屋さんや。カバン屋さん多いね。言うてまさいちゃん天理ラーメンよ。天理ラーメンですよ。天理ラーメンどうなんでしょうね。このパビキンとこのあるけどな、天理ラーメン、すなりラーメン本店の本店って書いてないね。薬局さん、あのね、店の中からじーっと見られてるからなかなか歩きづらいんやけどね。ね、店番してるお父さんがじーっと見てありますね。こういう気づらい雰囲気やからね、こういう普通やだけんねんけどね、どないでっかいって。おっとね、天理の気分わからへんしな。北村商店さん、カバン屋さん、あ、カバン、カバン以外も置いてあるね。こんな感じでさ、初めて来ましたけどね、商店街としてはなかなかいいんやけどね、人通りがないんで、いわゆる活気がないね、これ全く。これは大変だわ。東京道産、ほらあっこまでやけどね、あと 200m ぐらいあるんだけど、すごい商店街作りましたね、天理さんは。手洗いもね、ところどころあんねやわ。手洗いと何やったっけ、駐車場がね。お、駐車場だってんの。いや、手洗いだけか。お手洗いだけでございました。はい。土産、木村商店さん。ああ、土産、木村商店さん。物がないです、物が。どれぐらいね、1キロちょっとあるのかな、これ。歩いて、傍聴で歩いて10分ちょっとかかるよ、これ。はい。この辺明るいんやけどね。ちょっと途中は暗いんですよ、ものすごく。養父歓迎、おかえりなさい。開いてないね。奈良漬け。奈良漬け。奈良だけ開いてんねん。シャッターのあれがね、シャッターの中の使い棒がね、ダーッとしてあるんでね、あれはどうかなと思うね、使い棒が。もうさっき来たとこじゃん、これ。さっき車で通ったとこかもしれない、そこ。はい、こんなんで、そこなんやろ。上田正月堂さん。なんかわからんな。奈良漬け。お野菜はなかなか多いんやけどね。何軒も見るんやけどね。さっきどっか道路を突っ切ったんやけどね、間違ってね。入ったらあかんかいてたけどね。入ったもん知らないから突っ切ったんやけどね。いけたんやわ。出てませんって書いてあったけど。お商店、これはすごいよ、この商店は。ね、ここまで。骨組み選手はすごいです。金物屋さん。さおお、このよう屋台がずっと起こんでるけど、お車が出てきた、車が、屋台がここまで。天理教本部